そうですね、僕がキャスフリー学園放送を初めてちょっとここもやったもんなんですけども、いやまあそうなんですけど、それは桜田通りです。いや、はあ、いやなんか本当やったことがなかったんですよ、僕パーソナリティーとか司会みたいなもの、なのですごい緊張してたというか、なんていうんですかね、うまく言葉も出てこないし、でもやっててすごい楽しかったし、部長もね優しい可愛いやつなんで、いやまあそうなんだけど、なんすか先、いやなんすかじゃなくて、なんすか、どうえここあお疲れ様です、俺のコーナーなんだけど、部長かっこ仮の部屋っていう俺がメインのコーナーなのに、俺メインで出てどうすんの、俺って部長ですか、そうそうそう、うん僕そう、うんうん、いや俺出てるから、いや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 、こういうのありなんですね、いやこういうのも、うん、もうありなの、もうバラしてるから行っちゃうと、ね、今日来たばっかなんで、あそうだよ、分かんないね、俺なの、これはありで、これありでこれで、そうそう、今僕からしたらこれ夢の共演みたいな、うん、まあ、夢の共演だよね、夢の共演だよね、すごいですね、いやでもすごい、ね、うん、なんかこれから僕ね、うん、そうだよ、ちょっと どうだったの、いやいやいや、もう純粋に楽しい、うん、思います、本当に楽しかった、うまくできたできないではなく、うん、もう楽しくはもうすごいあって、そうそう、今ゲストで青木瑠璃斗君もね、そうだね、大人が瑠璃斗君来てくれたんで、まあいい感じに楽しめたなと思って、これからなんかもう大丈夫そうだね、なんか今日見た限り、まあいろいろと緊張してたけど、緊張もありましたし、まあでも少しずつ慣れてって頑張りたいなと思いました、ね、はい、いやもう本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました、ありがとうね、ありがとうございました、ありがとうね、まあ、先生またよろしくお願いします、うん、ありがとう、ありがとうございました、うん、自由だね。